いや、捜索がうまくいくことを願うよ。設計図はどこで探せばいい？他のウィッチャーについて話を聞こう。もちろん。誰から始めようか。クマ流派について教えてくれ。彼はティエンセイルが私を弟子に取った直後にやってきた。首から下げていたクマのメダルをよく覚えている。それにその大柄なウィッチャーがまるで魚売りの女のように値切ったのも覚えているよ。ウィッチャーは金持ちじゃないからな。確かに彼は裕福ではなかった。だが建物が崩壊した他方のブドウ園での依頼を完了したらすぐに金を持ってくると言っていた。時は経ち、クマ流派は現れず、師匠は私を他方に向かわせた。ウィッチャーが仕事を受けたことだけは判明したが、彼の噂はそれだけで、その後どうなったかは定かではない。じゃあな。良き放浪の旅を。崩壊した建物、多分土台も潰れているだろうな。どんな怪物を追っていたにせよ、倒せたとは思えん。目を光らせておかないと。洞窟の入り口、ウィッチャーの痕跡があるか確かめる。もう少し調べるとどこに行かせる気だ。
験を犯すべきではなかった。よほど鎧が欲しかったのか。この設計図は大いに役立ちそうだ。いや、捜索がうまくいくことを願うよ。何か作ってもらえるか。もちろん。じゃあな。良き放浪の旅を。いや、捜索がうまくいくことを願うよ。すでに見つけたものがある。素晴らしい。写しを取ろう。いいぞ。これでついにギルド長の肩書きが得られるな。ありがとう、ウィッチャー。じゃあな。良き放浪の旅を。